どうも、エルカミのエルベダです。どうも、ネロニアの石です。ということでね、はい、元冬木さんがですね、はい、緊急事態宣言の効果に疑問、うん、限界事態宣言とか最終事態宣言に変えたらということで、いや、もうこれよく言われてますよね。終わらす。緊急事態宣言が、うん、まあ今、現時点ね、今夕方に撮ってますが、うん、ちょっとこう、大阪府がね、要請決定みたいな速報も来ていて、うん、まあ僕ら知り合いの大阪の芸人が、ちょっと単独ライブの、うん、そうだね、告知の方でちょっと明日明後日以降、うん、どうするかをまた告知しますなんていう、もうかなりそういう密接な、そうだね、みんな大変になっちゃうからね、みんな大変なことになってるんですけれども、マンボウから何が違うのかね、マンボウとね、緊急、わからない、うん、恐ろしさもありますということで、まあそうね、すでに3回緊急事態が宣言が出ていて、そう次だと4回目、アンガルさんもびっくりの、はい、4回目だから、はいはい、ちょっと僕はちょっとね、はいはい、これは想定の範囲内で3回目っていうのはね、やってましたけど、ちょっとこれは確かにさすがにもうないのかなと思ってましたけども、はいはい、まあどうなっていくのか、はい、ちょっとね、まあそんな中ですね、今度日曜日に、我々月1の単独ライブがありまして、浅草橋、まあお昼なの で、はい、でお 客数も普段から絞ってできると思うんですけども、はい、ちょっとこれ、うん、初対面の大物ゲスト来ます。ので初対面の大物ゲスト、はい、お口に名前出していいかな確認中ですので、はい、いやちょっと待って、これ系じゃない、いや違います違います、これ系はダメよ、違います、これ系ダメだよ、これ系はもうすでに1回出てますから、このチャンネルには、まあまあそこはちょっと追って、はい、ちょっと告知を出せてないかもしれないけど、多分来て損はないと思うので、もしくは配信買って損はないと思うので、はい、ちょっとその概要欄にそちらの告知も貼っておきたいと、よろしくお願いします。なんてやつだ、緊急事態宣言の流れで告知してるよ俺、いいじゃないですか。なんてやつだというね、はい、ことでございますが。そしてね、今度なんか、相席食堂という番組に、はい、藤波辰美さんと、もう中学生さんが出るという、ことで、はい、この見出しが、藤波辰美、もう中学生、相席食堂見参ということで、はい、これはもうブックマークしますよね。確かにね。藤波辰美、もう中学生ですよ。藤波さんの目を見るとさ、はい、中学生みたいなキラキラした目してるからね。やっぱまっすぐだね。まっすぐなキラキラした目をしていますし、はい、あとはドラゴンですから。うん、これも達成はもう留学生にもなるんですよ。留だったらね。いやダメだ。うん。もう留学生ってもうちょっと考えてますし。留年生かもね。ね。藤波辰巳って俺がちょっと間違ったら教えてほしいんだけど、中卒ぐらいからやってたような気するんだよな、プロレス。15、6からいるようなイメージなんすごいじゃん、体めちゃくちゃ体格いいってことだよね。だからね、もうまだ中学生だったのか分かる人がいたら教えてください。いや、どういうこと。息子さんレオナさんは、うん、多分もう20歳ぐらいだと思いますね。もう20歳ぐらいだったような気がします。ね、お城みたいな名前つけるのかと思ってドキドキしました、ね、藤波辰美さんと論文の厚さん、お城好き、いや誰が分かるんだよってね、まあ、結構有名か、ね、清須とか名前つけた、清須、清須城、清須会、うん、ね、そしてね、なんか今またですね、はい、カセットテープが復権してるというのがまた今日トレンドで、あ、ちょいちょいカセットテープ、はいはい、それからビデオテープ、はいはい、まあ、ディスクだとかデータにすると、うん、まあ飛んじゃうとかね、あのパソコン自体の故障でとかあるんですけども、うん、カセットビデオはほぼ間違いない、おまあ、消えづらいと、消えづらいとね、うん、はいはい、いうことですね。カセットね、うん、実家に置いてあるカセットテープもうダメだろうな。まだありますか、いっぱい。いや、めちゃくちゃある。あ、多分90年代のお笑い番組めちゃめちゃある。ラジオ好きだからね、レオリアンは。あ、ビデオ。ビデオ、ビデオ、ビデオ、ビデオ。カセット、うん、あ、そっちは全然。ラジオは撮ってなかった。ラジオは撮ってない。あ、ラジオリスナーだとカセットで撮ってた人とかもね、多分いるんでしょうけど。だから恥ずかしいのは多分、その当中学生ぐらいの時に、俺のやってたラジオのカセットは多分生きてるかもしれない。あ、自分のやんなかった、あの、俺はやってない。俺さ、これさ、結構あの、なんていうか、伊集院さんとかの話、はいはいはい、やってる人いるんだと思って。自分で、で、自分が聞くの、自分が聞くの。へ、で、自分で勝手に手紙とか作って。おい、やりゃいいじゃん、ロフトで流しちゃいじゃん、今度。やだよ。絶対やだよ、あんな負の遺産。オールナイト函館？めっちゃ負の遺産。オールナイト函館ってやってた？やってないよ。なんだろうな、なんて言ったんだろうな。TBS が好きやったのか、オールナイト。どっちも好きか。いや、多分、わ、ね、多分ね、スパランみたいなことやったな。スパラン？ね、船、わぁ、ちょっと間違えたごめん。船引き幸子だったかなの、はいはいはい、スーパーランキングっていうのを、はい、STB ラジオだ。はいはいはい。地元のね。地元、STB ラジオだから、あれ、それこそ何やったかな、深夜。
一人の感じでこの曲聴いてもらいましょうみたいなことで、もう一個のカセットテープにこう音を流すみたいな。でも自分が聴くんだ。あ、そうです。人にはやってないんだ。人にはやってない、ね、前の相方とかも聴いてない。聞いた、知らない。同級生だよね。前の相方ね。俺中学生の時だもんさ。前の相方は高校から知り合ってる。やってた。中学生にしてもうラジオデビューを。で、それで歌ったりとかしたの。その時だから、シャズナ歌ってましたよ。自分でも歌う。歌うというのをやって、多分カセットテープ、消したと思うけど、その時に、うるさいあんたっていうね。母親の声が入ってるという。ちびまる子ちゃんみたいなエピソードじゃないか、なんじゃそれ、お前。メルティーラブをめっちゃ歌ってた。久男セプテンバーラブ歌ってました。メルティーラブ。久男セプテンバーラブ。すげえ。メルティーラブの方ですか。セプテンバーツミレの方。ツミレもありましたよね。やってましたね。カセットテープね。なんか、与沢義明先輩が、ジャッキーチェンのカセットテープいっぱい並べてさっき写真上げてたけどね、ツイッターに。カセットテープがトレンド入ってるから。VHS ね。VHS か。VHS ね、はい。あ、でもカセットって書いてたかな。テープ多分 VHS でしょ、ジャッキーチェンだったら。あ、そうかな。昔の。曲もあるんじゃない？いっぱい。わかんない。まあ、レコードとかも出してるもんね。だって、影山博信のカセットとかあったもん、昔。あの、ドラゴンボールの主題歌のとか売ってたもんな。詰め合わせをよく買ってたよ。はいはい、カセット詰め合わせ。うん、春のアニメとかそういうやつだけを集めた A 面、B 面でね。今、あんまさ、それ注目しないけどさ、まださ、演歌とかはカセットで売ってんのかな？ここがまだカセットなんだってよく思ったのよ、CD の時も。要は移行しないわけじゃん、お年寄りとか。そんなにしない人もいるじゃん。でも東京歩いてるとさ、うん、たまにさ、その古びた感じのさ、はいはい、ここでカセットとか売ってるよね。あ、ありますか。それが新作なのかどうかは分かんない。昔からあるカセットをそのまま売ってるのかどうかはまだ分かんないけど、そういうの見たことある。あれじゃない、綾小路きみまろにもらったやつをさ、バスの運転手がさ、メルカリとかにさ結構寝つくの。いやいや、どうなんだ。ちゃんとあの鍵カッコつけて下積み時代って書いてでもまあすごい値打ちあるんじゃない。何なの、まあ、その無名時代にバスの運転手、バスガイドさんとかに配ってたんだよね。売ったりしたんでしょ。あ、売ってもいたのか。あれ売ってたんでしょ。あ、聞いてもらって欲しい人がいたら売ると。バスの営業みたいな感じ。はい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 、なるほどね。そしてね、今日トースポ一面はね、嵐の大野くんが結婚するのかしないのか的なね、記事なんですけど、その中を見てください、これ。ザ・ W ファイナリスト、春から浜田ランチさんがですね、うん、デカデカともうかなり記事になっていまして、うん、まあ、これ、今結構有名なんですよ、春のランチ、浜田ランチさん。あ、そうですか。なんか、ピーラーって皮むきのやつ。あ、はい、のピーラーの女王みたいな感じで、ピーラーの女王家事野郎やヒルナンデスなどに出ていて、で、まあ、僕もたまたまテレビつけたら出てたの見たんで、そんぐらいすごいですね、ピーラーの女王で、もうでかなりこうそういう仕事も今多くなってるんですけど、はい、ピーラーで何すんだろう一応そのトースポの記事ですね、まあ、そのピーラー、あ、結婚もしたのか最近。あ、そう、なんか結婚したってのは聞いたね、うん、結婚もしてたりとかピーラーもやってですけど、うん、トースポの記者がですね、佐藤記者、お笑いの目標を聞くとですね、浜田さん、お笑いは特にない、うん、時短料理を考えるのはネタを考えるよりも楽しいと断言したということで、はいはい、これはね、もう本当に非常に好感が持てるわけです、これは嘘つかない、嘘つかない、うん、浜田ランチ嘘つかない、インディアン以来ですよ、浜田ランチ、うん、浜田ランチ浜嘘つかないのは、嘘つかないねえ、すごいね、本当にね、ネタを考えるのでコスパ悪いですからねっていうネタをリニアって漫才コンビが M1 でやったんだよ。めちゃくちゃ受けてて、 M1？ そう、なんか自分の写真集だからファンクラブを作るっていうんで漫才があって、あ、やってたね、よくあったでしょ、やってた、まあ今もやってることだけど、それでそういうのをやっていって、いや何言ってんだ、今 M1 頑張ろうよとか言うと、 M1 コスパ悪いなドカーンって受けるんだけど、うん、ちゃんとドカーンって落ちたっていうね、リニア。ダメですよ。その時だけ床が落ちたっていう。そうそう。そう、ズドンと、うん。いや、それ、タカさんの番組だけなんですよ。細かすぎてみたいな。細かすぎて。落ちたって。生意気すぎて伝わらない。生意気だ、ドンパン、うん、なので、一応僕も M1 とか出たことあります。はい、なので、はい、今後出る人に言いますけど、M1 ので M1 いじっちゃダメだよ。今でもいじるとね、分かんないけどね、あんまり分かんないけど、それで受かった人もいるかもしれないから、なんとも言えないけど、なんとも言えないけど、いや、かなり、うん、アンタッチャブルさんとかさ、なんか漫才でさ、決勝でやってたんだけどさ、
なんか、おいおい、聞けよ、山崎みたいなとか、なんか、やつが、M1 中だよみたいな、そういうのはもしかしたら。ああ、それぐらいだった。ネタが、量が、まあ、ポリアとリニアが量がしてないみたいだけど、その、まあ、そういう。M1 中だよは、まあ、それ別に言葉変えればどこでも使えるから、ネタ中だよの、ちょっと一個上みたいな。そういうことかな。難しいと思う。リニアの M1 コスパ悪いは名言ですね。いやこれはだから10年ぐらいやってないと出てこない言葉だな。確かに1年目には出ないよね、確かに1年目でひっくり返したらコスパいいもんな。コスパいいもん、めちゃくちゃコスパこんなコスパいいことねえぜ。1年頑張って1000万取ったらコスパいいもんな。コスパいい、確かに。だからある程度年取らねえと若く見えるのにね、酒井君そんなにやってるんですか。酒井君はそうだね、なんか髪の調整すごいしてます、ね、今でもなんかすごいバズってるんだろ。ヘアセットが、まあ、髪の調整言われねえかな。今は YouTube バズってるっていう話でね、聞いたことね。そう、みんなね、みんな頑張ってる。そういろんな YouTube だなんだでやっていくような感じで人がね多いということでございますね、はい、という、もう本当緊急事態宣言ばっかなんだね、新聞はね。ありました。じゃあ、まぁ、あ、ちょっとまた、疲れました。ね、配信と、まぁ、あ、ちょっと厳しかったら配信もしますし、ちょっと状況を見て告知しますので。なるほど。ただ4月25、これは配信でも買った方が絶対いいと思います。4月 25? 4月25。で、2時から、はい、お昼の2時、いつも3時なんだけど、うん、夕方の5時から国宝の練習会に誘われてまして、私が。え、14時から17時かな。17時から。で、いつもの時間的には1時間ライブ早めてます。その時間に大物ゲスト来てくれる。なるほど。25日、うん、25、日曜日です。日曜日、はい、はい、最終日曜毎月やってますから。そうだ。お願いしますよ。お願いします。で、もし、コッポを見たい人いたら見学受け付けてるそうなので、うん、私に言ってもらったら話し通します、ちょっと引くよね、俺はね。コッポをやりたいから早くするって。引くよね。引くよ。コッポの。もうちょっとさ、いや、言い方悪いかもしれないけど、もうちょっと、コッポってさ。はいはい。何か知ってる分なんか悔しいもん。コッポーの練習家にさせてもらえる芸人が何人いると思ってるんですか。いやまず求めるやつは分母がどんぐらいか、分母が少ねえよね、といったところでございます、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。求めるやつ、うん。